5月26日、川崎市中原区で第17回川崎市聴覚障害者情報文化センター祭りが開催されました。このイベントは川崎市聴覚障害者情報文化センターの存在を広く知ってもらおうと行われています。こちらのセンターは平成12年に設立されました。手話通訳者、要約筆記者の養成、派遣、研修、またろう者、難聴者の相談、字幕付きの DVD の貸し出しなどを行っております。手話、要約筆記に少しでも興味を持っていただき、また聞こえに困っている方々にぜひ遠慮なくこちらのセンターをご利用いただきたいと思っております。会場では耳が聞こえない人と聞こえる人が協力して講演活動をしているデフパペットシアター瞳のパフォーマンスが披露されたほか、手話や要約筆記の体験なども行われました。ろう者の方が日常生活どういう生活してるのかなっていうのが気になってたんですけど、目覚ましとかいろいろありまして、そういうのがあるんだなっていうのが知識にもなりました。廊下に避難灯みたいな感じで点滅するみたいな仕掛けがあったんですけど、こういうところじゃないとあんまり見ない工夫だったりするので、普通の建物とかにもそういうのがあった方が耳が聞こえない方とかも移動とか楽なんじゃないかなと思いました。